イギリス王室は25日、チャールズ皇太子が新型コロナウイルスの検査を受けた結果、陽性だったと発表しました。症状は軽く、滞在先のスコットランドで自主隔離中だということです。また、カミラ夫人も検査を受けましたが、陰性でした。王室は、皇太子はここ数週間、公務で多くの人と会っており、誰から感染したかを確認するのは不可能としています。エリザベス女王は19日からロンドン近郊のウィンザー城に滞在していますが、皇太子に最後に面会したのは今月12日で、健康状態は良好とのことです。